こんにちは、ヌーと申します。本日の天候は曇り時々雨、本来ならば寝転がって YouTube を眺めていたい、そんな天候の休日ですが、ウイスキー好きとしては外出しなければならない用事があります。まずやってきたのはビッカメラ有楽町店。ウイスキーの抽選の申し込みにやってきました。先月開催された抽選では山崎12年が1年間申し込み続けてようやく当選しました。今回も当たってくれると嬉しいなという淡い期待を抱きつつ抽選に申し込みました。続いてやってきたのは日本橋高島屋。こちらでもウイスキーの抽選が行われており、申し込みにやってきました。私が滞在している間にも結構な人数が申し込んでいましたので、まあ当たらないでしょうが、こちらにも淡い期待を抱いておきます。東京駅に来まして、リカーズ長谷川さんの本店と北口店を除き、とあるものを購入し、次の目的地へと向かいます。やってきたのは目白駅。目白といえばウイスキーの聖地、田中屋さんですね。欲しいボトラーズのウイスキーはいくつかありましたが、予算オーバーでしたので泣く泣く見送りました。来月行って残っていたら買おうと思います。続いては池袋にやってきました。まずはお昼からやっている年中無休の有名なバーへ。ラグが買えなかったので飲みに来ました。酒質がめちゃめちゃ軽くて、個人的にはハイボール要因な気がしました。3本の中ではオロロソシェリーが好みでしたが、熟成年数が経つとタルカンに負けちゃうぐらいに酒質が軽いというか、軽すぎるなという印象でした。これで1本1万円はぶっちゃけ高いと思うので、今回のリリースに関しては買えなくて正解だったかもしれません。続いてはエーコンさんのブリドフューをいただきます。ピートがしっかり効いたシェリーでめちゃめちゃ美味しかったです。これは美味しいですし、お値段も手頃なので帰りに買って帰ろうと思います。続いてはラダーさんのハートセッション、アルターベーンです。麦の甘さ系でかなり甘さを感じる一本でした。ユレンカダム以来、麦の甘さ系を求めている私としてはぜひ欲しい一本でした。最後に1本23万円もする32年熟成のカリラを飲んで満足して退店です。ピートもありつつ甘さもしっかりあって、めちゃめちゃ綺麗なカリラでした。私の語彙力ですと綺麗とか上品としか言い表せないですね。そういえば昼食を食べていなかったので、カリラの余韻をかき消すがごとく、こちらのお店、まずは瓶ビール、そしてこってり、豚キムチ、チャーハンというメッシ、エンバペ、ネイマールのような超攻撃的3トップを決めていきます。お腹も満たされましたので、ウイスキー散策といきましょう。まずは篠宮池袋店さん。気になるボトラーズはありましたが、予算の関係上見送りました。続いては山屋さん、2店舗を巡ります。この時点ですでに夕方でしたので、おそらく目ぼしいものは午前中のうちに荒らされていた感じで、気になるものは特になかったですね。続いてはビッグカメラ本店へ。こちらも気になるのはなかったですね。続いてはビッグシュハンへ。こちらも気になるのはなかったですね。最後にウイスキープラスさんへ。先ほど飲んだブリドフューを購入してキロに着きますが、1時間ほど歩いたせいか少し小腹が空いたので、立ち食い寿司に行ってから帰ります。1貫に300円とスシローとかの回転寿司と比べると高いですが、その分ネタも分厚いですし美味しいと思います。ビールと10貫程度食べてごちそうさまでした。はい、ということで今回購入してきたものをご紹介していきます。まずはこちら、宇宙ビールの宇宙シェイクです。こちらリカーズ長谷川さんの北口店さんの方で購入させていただきました。巷で勃発している宇宙戦争に勝利しました。 IPA のようですが、分類としては発泡酒になるようですね。名前にある通りですね、バニラなどを感じるこうミルクシェイクのような感じらしいので、おつまみと一緒にではなくですね、単体で楽しんでみようと思います。続いてがブルデフューとなります。シェリタル熟成のアイラブレンデッドモルトウイスキーとなります。アイラとシェリーの組み合わせはよくありますが、結構ハズレも多くてですね、サルファリーという温泉とかの硫黄臭がするものがあったりしますが、こちらかなり綺麗ではっきりとしたアイラシェリーになっているかと思います。お値段も 12,000 円ぐらいなので、そこまで高くない印象です。分類としてはですね、ブレンデッドモルトウイスキーに分類されますが、ボトリング本数が293本ということなので、まあ、シングルカスクでおそらく、まあ、ティースプーンモルトなんじゃないかと言われています。ティースプーンモルトとはですね、樽にこう1滴だけ、ティースプーン1杯分だけ他の蒸留所のモルトウイスキーを混ぜたウイスキーとなります。他の蒸留所のモルトウイスキーが混ざっていますので、表記上としてはシングルモルトではなくブレンデッドモルトとなります。まあ、200リットルとか300リットルに対してこう1滴なので、味わいとしてはですね、ほぼ変化ないと思います。ではなんでそんなことするのかというと、まあ、シークレットアイラ表記などもそうなんですけれども、蒸留所自体の
名前を隠すことで蒸留所のブランドイメージを守るためだったりします。まあ、やろうと思ったらですね、ボトラーズは樽の種類から、まあ、熟成年数からですね、もう好き勝手にいろんなことすることができます。でオフィシャルがこう限定品や新商品として、まあ、リリースしようとしている商品と、まあ、樽とか熟成年数のスペックがですね、被ってしまって話題性を欠いてしまうというマーケティング面の問題だったり、美味しくないものがリリースされる可能性もありますので、それをですね、初めてこう飲んだ人がこの蒸留所は美味しくないというですね、こうネガティブな印象を持ってしまう場合があります。当然ですね、ボトラーズからリリースされたものを飲んで美味しいと思う場合もありますが、ネガティブな印象を避けるためにこのようにですね、蒸留所名を隠すシークレットアイラとかティースプーンモルトにしてブレンデッド表記としてですね、こうリリースする場合があります。一消費者としてはどの蒸留所なのかがわからないので、まあ、困るっちゃ困るんですけれども、まあ、実際に飲んだらですね、テイスティングコメントやラベルからですね、どの蒸留所かを推測する楽しみだったり、名前が非公開になる関係でお値段がですね、ぐっと安くなったりする場合がありますので、まあ、決してですね、マイナスな面だけではありません。まあ、説明が長くなりましたが、このウイスキーがティースプーンモルトなのかというところはですね、あくまで予想とか噂でしかありませんので、飲まれたりこれから購入されるという方はですね、この点をご理解してお楽しみいただければと思います。またですね、抽選だったり、まあ、バーに行ったりですね、何かしらこうウイスキーを購入したりですね、今回のような1日ウイスキー尽くしな日を過ごしたらですね、 Vlog 形式で投稿できればと思いますので、また次回をですね、お楽しみください。それではご視聴ありがとうございました。